ちゃんさて今週末の日曜日4月9日が統一地方選の前半戦の投票日ですえ選挙といえば映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございますおはようございます <laughs> 選挙といえばちょっとあの僕言われたことないんでい、しいや、まあ、詳しいというか、やっぱり、まあ、興味は持ってますし、しええ、だから、いつ、まあ、数年後ですかね、ええ、文化放送でもこの、 選挙特番のまあ司会みたいなこともちょっとオファーが来たら考えようかなとは思ってますけどあそうなんですかいや、今、数年後立候補っていうのかと思ったらそうじゃなかかったんんでですもございま今回の統一地方選前半戦が9つの道府県で知事選挙6つの政令指定都市の市長選挙そして41の道府県議会議員選挙と17の政令指定都市の市議会議員選挙などが行われます。え前半戦 の開票はですね、今度の日曜日の4月9日です、そして後半戦は市区町村の首長、議員の選挙が4月23日の投開票で行われる予定です。まあ、こちらの4年に1回行われる統一地方選挙ですが、小峠さん、うん、なぜ一気にやるんですかね。 まあ、諸説ありますけど、ね。諸説 <laughs> 諸説ありますけど、こちらもね。ういろいろあるんですよ。ええ、選挙のね、このまつわる歴史がありますからね。はい。で、もともとはだってもう、あれでしょ<え>全部でしょそうだったんですかそうですよ。もともとは、僕、そうですよ。あ、そ、は、う、い、でさすが詳しい。 でも、あれですもんね。要は、じゃあこれ全部やんのかって言ったら、全部やれないじゃないですか。やれないやっぱりでも、それは当然そうですよ。人気が変わったりし,、うん、しますもんね。と、はい、ういうのはあるんでしょうね。うこれどうとですか、ねはい この選挙期日に関する特例を定める法律によって、全国的にこの選挙期日を統一して行うということが決められているということなんですね。なるほどね。この選挙をまとめて行うことで、選挙への有権者の関心を高めて、経費を節約する狙いがあると言われてるんです。うんまあ、経費を削減は一つあるかもしれない。確かに選挙にお金かかるじゃないですか。そうですね ね、僕がちょっと前から思ってるのはこのね、はい、4月でしょ、はい、やっぱりこの3月から4月にかけてこう引っ越しする方もいるし、はい、4月ってある種新生活が始まる月じゃないですか。はい、ちょっとこの国民からするとですよ、<っ>ちょっとこの選挙に行きづらい、行きづらい月なのかななんて勝手に思っちゃいますけどね。えー、僕はまあ、 一応行きますけどもちろんちなみにですね選挙で使われる投票用紙、はい、実は普通の紙とは少し違うらしいんですよ違いますよこれ何が違うかご存知ですか端的に答えていいですかお願いしますあの紙に関して言うと折り曲げてもそのままピーンと戻るシステムになってます、はいうん 素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい正解、ね、その通りですよ。すその通りです。小峠さん。やっぱりあれね、いちいちね、こう、髪<っ>をこう開けてますと。はい。 手間になるというかそうなんですよ、ね。それでね、開票速報みたいなのが遅れるわけですよ。そうなんですよ、ね。手間を省いてるんですよ、ボランティアの方々の。いや、ですからね、開票に要する時間、あれ、プラスチックでできていて、もう、はい、小戸口さんおっしゃる通り、開きやすいこの復元性みたいなね、特性があるプラスチック製が採用されてる。だから、折っても開きやすいこのプラスチック投票用紙、これが採用されたことで、作業が、えーまあ、少なくなった、この開くという作業が。なので開票に 要する時間が大幅に短縮したそうですはいね<え>。ありがとうございます、えー、今のはいってとこはもうね勝ち誇ってて何よりですね, <laughs> ねたまにはずっぱし当たったっていうねちょっとこの余韻に浸らしていただきたいなともちろんですよただまあリスナーの方から言わせればそんなのなんか、はい、もうイージーな問題だよなんて思ってるかもしれませんけどねそういう方もいらるかな、えー、かこっちもドキドキしてんだからではですねあ,あ 投票者でも投票箱の中を見ることができる人が、どの地域にも一人だけいるそうです。これどういう人だかお分かりですか？投票者でも中を見られるはい。投票箱の中を<あ>投票者でも投票箱の中を見ることができる人が、どの地域にも一人だけいると、で<も>その立ち会い人のことなんじゃないんですか？立ち会いや立会人はもちろん立ち会い人<そ>投票者で。うん 立ち会人じゃなくて投票あ投票立ち会人の方も一票投票する権利があるんじゃないかな<あ>そういうことじゃなくてそれはその時にはね我々が投票してる時はあの人たちは見てるわけですからねそうですよね、えーはい、だ投票者で投票箱の中を見ることができる人が一人だけどの地域にもいると地域に一人だけいる地域にに一一人人だけ大体村には ご意見番的なおじいちゃんいるじゃないですか。すね。あの、この人に何かあったらこの、だから、なんか困ったらこのおじいちゃんに聞けば、みたいな。村のことが、おさみ全部わかるとか、なんならちょっと子供の名前つけてもらってもいいですか、みたいな。そのおじいちゃんいるじゃないですか。え、いるな、今でも。なんか、地域によってはやっぱりこのおじいちゃんには、ちょっと、もしおじいちゃんが覗いてもね、今日好奇心で。なんか周りもあんまりこう、 いめる程度でまあまあおじいちゃんならしょうがねえかみたいなところってあるんですかね都会じゃどうすんでしょう。ね地域はいいですよ。都会じゃどうすん。これ投票所にですね実はあの投票箱の中を見る人は投票所に朝一番に来た人だけが不正がないことを確認してもらうために投票箱の中に何も入っていないことを確認してもらいます。いやテラちゃんこれ後出しで申し訳ないけど。 私ね実は2番手で並んだことがあって二、えー、番手の人、えー、それやってましたもんちゃんと。 ねえ、じゃ覗いてるその姿を寺ちゃん見たんだ。そうなんです。あ、あの,あのちょっと確認お願い、っ<て>何も今は入ってませんね。票はあ入ってません。そういう確認なんですよ。これ。ああ、そういうことか、えー。そういうことなんですね。一部慣れてですね。一回ぐらい、ね、いやだから早く行けばね、慣れるんです。これね。えー、えー。あとは開票作業は選挙人であれば選挙人名簿に登録されている市町村の開票の様子、これを参観することができる開票作業の 方はですからえ選挙権を持っている人であれば選挙人名簿に登録されている市町村の開票の様子は参観できるんていうことはこう要はだから遠くで見守ると見られるとか体育館で,、ねでね、開票してるとするならば上の方からこう見るとかねそういうことが、えーまあ、できると、まあ、数に限りはもしかしたらあるかもしれませんけどもね,ねはい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 さてそんな中今朝はい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 ははいはい はい、えー、今朝紹介する作品は、ザ・ホエールという映画です。太陽にいやホエールじゃないんですよ。 ザ・ホエール。ーよろしくお願いいたします、はいま。こちらなんですけどね、物語ね、簡単に説明いたしますと、ま、ボーイフレンドの、ま、アランが亡くなったことなどから、ま、ストレスで過食症となって、もう自宅からほとんどね、外出できなくなってしまい、ま引きこもりを生活を送っているチャーリーという男性が主人公なんですね。はい、で、彼はね、ま、体重がね、 272キロとなってしまって、まあ重度の肥満症となってしまうんです。でね、彼はね、自分の死が近いことを感じていたんですよね。で、そこでチャーリーは、まあ離婚した妻の下で暮らしているエリーという娘がいたんです。で、このエリーとの関係がね、あまりうまくいってなかったわけですよ。で、エリーと仲良くしたい、関係を修復したいっていうふうに、まあ、願っていたと。 ただ、エリーは、まあ、そんな父親の存在を疎ましく感じて、心開くことを拒絶してたんですよね。でね、まあ、この、アラン、まあ、亡くなってしまったアランの妹の看護師であり、唯一のチャーリーの親友ですね、リズの援助を受けながら、えチャーリーはね、主人公はオンライン事業の講師をしてたんです。はい。ただ、まあ、次第に心不全の病状がね、チャーリー悪化していくんですよね。ただ、彼は、病院へ行くことを、 かたくなに拒否する。<ー>その後どうなるかという、まあお話なんですけれども、まず前提で、まあこの映画のまあ主人公ですよね、えー。チャーリーを演じたのがブレンダン・フレイザー。彼はこの作品でアカデミー賞の最優秀主演男優賞、<ー>いわゆるオスカーを受賞しております。はい、素晴らしい演技でした。<ー>まあちなみに、えー、ヘアメイク。 ンドスタイリ賞もこれ作品撮ってるんですよ、はい、まあだからオスカーで評価された作品ってことをまず踏まえてほしいなっていうふうに思いますでこの作品の中でね僕はたった一つ正しいことをしたいと思いたいと今まで僕はたった一つ正しいことをしたと思いたいっていうチャーリーがね劇中でつぶやくんです、ね、だから妻と娘がいながらアランという男性をチャーリーは愛してしまったと で自分にとってね、家族すごく大事だったにもかかわらず、後悔させてしまったわけですよね。だから、チャーリーは本当ね、この後悔の念に駆られながら、まあ、体がこう病魔に襲われても、決して病院に行かないじゃないですか。はい、僕はこれチャーリーのね、ある人ね、食材なんじゃないかなって思ったんですよね。だから自分がね、死ぬ前に娘のエリーと心を通わせて、幾く,くかのお金を彼女に渡すことが、 まあ、チャーリーの望みなんだけど、これは本当に正しいかどうかっていうのが、観客に委ねられるんですよね。うだ要は、娘との関係を修復したいと。 じゃあお金渡せばそれで済むのか、そんなことじゃないよっていうふうに思うんです。あ,<ー>あと、これはね、触れておきたいんですけれども、まあ、主演を演じたブレンダーン・フレイザー、先ほどオスカーって言ったじゃないですか。はい、アムナプトラの主役とかでもともといわゆるイケメン俳優、アクションスターみたいな存在だったんですけれども、実はね、ハリウッドから一時期去ってたんですよ。<え>っていうか、役者辞めてたんですよ。 で、これなぜかというと、実は彼自身が、まあインタビューで答えてるんですけれども、ゴールデングローブ賞を主催するハリウッドの外国人記者協会があるんですね。<え>この元会長からセクハラ受けたと。<ー>で、うつ状態になってしまってたと。で、心と体のバランスを崩して、長らく表舞台から遠ざかってたんですよね。 うんまあもちろん、そのセクハラを受けたってこともあるし、まあプライベートのごたごた、まあ妻との離婚とかもいろいろあったんですけれども、とにかく彼は心をこう病んでしまったんですよね。えー、で、2018年のいわゆるミート o o 運動ってあったじゃないですか。はい、安倍アベ・ワインスタインっていうね、プロデューサーがいろいろ、まあ今捕まってしまったりとかもあったけども、この時にブレンダーは、 MeToo 運動で僕も当時セクハラを受けていたっていう告白をしたんですよね。で、長らく役者から遠ざかってたのに、今回復活して、なんとオスカーを取った。で、最後に触れたいのは、まあ、このね、ザホエールというタイトルからわかると思うんですけれども、この作品はあのメルヴィルの小説ね、白、はい、芸ってありますね。はい、有名な小説あるじゃないですか。 船長のね、エーハブが、うん、モディ・ディックという、あの、白いマッコウクジラに片足を奪われながら、まあ、揺るぎない信念を抱き続けるという小説なんですけれども、この本作のチャーリーは何を失い、何を信じているのか。このあたりがザ・ホエールというタイトルと、<ー>チャーリーの心情がシンクロしてくるんですよね。ザ・ホエール。ぜひ劇場で体験してみてください。ことぶきさん映画ザ・ホエール10点満点中何点。 いや、ほんと僕は素晴らしい作品だと思います。9点でお願いします。今朝、ことぶきさんが紹介してくれました映画、ザ・ホエールの劇場鑑賞券、3組6人にプレゼントします。メールでご応募ください。宛先は、テラ映画アットマーク j o q r n e t 映画、ザ・ホエールは明日4月7日金曜日公開です。ことぶきさん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。 以上、ニュースピックアップことぶきシネマのコーナーでした。